落合つとむは、日本の料理人。東京、銀座のイタリア料理店、ラベットラダ落合の、オーナーシェフ。日本イタリア料理協会会長。一般社団法人全日本、食学会理事。ティラミス、神奈川県鎌倉市出身、東京都足立区育ち。高校を一年で中退し、日本橋の洋食店やフランス料理店での下積みを経て、19歳の時に、 ニューオータニに入社。22歳で洋食レストラントップ S のコックになる。その後、グラナータへ移り、1978年にオーナーである桂陽次洋二郎の指令でイタリアにて3年間修行する。日本に帰国して赤坂のイタリア料理店、グラナータの料理長に就任。1997年にグラナータを退職し独立。銀座に ラベットラを開店し、オーナー兼シェフとなる。2009年には、日本イタリア料理協会の会長に就任し、テレビ、雑誌など多忙な日々を送っている。NHK の情報番組、朝一の夢の三シェフ共演では、日本料理代表の中島貞ると、中国料理代表の孫成順と共に出演している。また日本テレビのドラマ、バンビの、 では料理監修のスタッフを担当した。2011年4月6日、宮城県石巻市で同年3月11日に起きた東日本大震災の被災者にパスタの炊き出しを行った。2019年12月、文化庁長官表彰。ありがとうございます。